K-TUBE をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、こちら、ランドローバーの、ディフェンダーの130ですね、ちょっと長いやつ、こちらをご紹介しようと思います。ではまずボディサイズからいきましょう。全長が5275、全幅が1995、そして全高がですね1970ということで、まあ5000超えてる、2メーターみたいな感じでしょうかね。分かりやすく言うとね、すごく大きいです。でもともとディフェンダーは非常に大きい子なんですけれども、ディフェンダーは90110、そしてこの130と長さが3つあるんですね。で数字がちっちゃい方が当然短くて、で、まあ、90は、3ドアと言っていいのかな、後ろのドアがないタイプになります。で110から後ろのドアがあるんですけど、まあ格好はね、90はすごくいいし、あとこうなんだろう、実際オフロードのこう荒れ地なんかで走るときはコンパクトですごく取り回しもいいかなと思うんですけど、まあ大体が皆さんのシティで乗られると思いますので、そういう場合はですね、いや3列シートがあるといいなとかね、いろんな要望があるじゃないですか。ということでこの130が生まれたというわけなんですね。なので、まあ、長さ以外はそんなに変わりません。でもともとねディフェンダーいろいろ選べるので、こう、まあ、細かな違いとか、あとはなんとかエディション的な違いとかいろいろありますが、一番はですねこれは長い、そしてシートが3列あるというところなのでね、そのあたりをちょっと見ていければなと思います。やっぱ丸いお目目がね可愛くていいですよね。ちなみにこれはタイヤはですね2556020ですな。はい、リアもそうかな、リアも探す、あそうだね、2556020同じですね。はい、でもこうやって見ると本当に長い長い。そしてここの部分は壁で、後ろに来ると後ろのねライトも、あの四角い丸みを帯びた四角って言えばな、角が取れた四角で、非常に全体的にねごついんですけど可愛らしいというのが、このディフェンダーちゃんの特徴かななんて思っております。ではラゲッジスペース見てみたいと思います。横開きちゃんです。こんな感じで開きました。でね、ここがね可愛いの、こういうとこに機能的に三角表示板が入っていたりしてね、可愛くておしゃれさんです。そして広い。でこれ開口部の高さはここでね上げたり下げたりできます。今ちょっと下げますよ、これ今マックス下がりかな。ここまで下がればまあちょっと頑張れる気になるんですけど、荷物積むのもまあ比較的、いやかなり高いですね。そしてここにはこれね、あのトノカバーみたいのを引っ掛けたりする、ところがあります。でフックが両側にこっちもついてます。でライトも両側についています。これなんだ、これはね電源でしょ。でここにはアクセサリーソケットがあって、こういろんな仕様があるからねちょっとあれなんですけど、この仕様はたまたまカバーがかかっていて、そしてこういうラバーマットが敷いてあります。でも、3列目シートがあるモデルもあります。ちなみにそこも開くのよね。もうなんかいろいろさ、ちょっとやってば見たいんだけどさ、届かないのよ、いろいろ登るのも大変なのよ。ちょっと登ってみる。でもね、ちょっと登るのもね、なかなか大変な、ちょっと待って、よいしょってやらないと届かないぐらい高いわけで、ここがこう開くわけで、こう開くとね、こんなに広いわけよ。もうここだけで見てわかる、もう私が3人ぐらい入れそうなぐらい広いんですよ。なのであのもう何でもできるぞスペースで、でここにエアコンのね吹き出し口なんかもありますし、 USB の入れるとこジャックもありますし、両側で私がね正座をしてもですね、まだ頭をつかないぐらいのスペースがございまして、なので収納力は抜群です。そしてここにシートがあって、人が乗ったとしても、閉じ込められ感はないと思います。はい、非常に快適にね、ドナドナにならず、過ごせるんじゃないかと思いますけれどもね。ではちょっと運転席乗ってみたいと思います。ガバッと大きなドアでございますな。ここも高そうだな、こういうちょっと出てほしいよね
足がつかん。ここら辺にちょっと あったあった、これがないと正直乗れないよみたいな感じです。はい、そしてですね、これシートは電動でございます。ディフェンダーね、もうあの一番そのランドローバーでレンジローバーとあとはディスカバリーと、ディフェンダーとっていうのに、まあ、3シリーズ分かれてますけど、一番ね割とこう生き残れるかっていうねディフェンダーあれなんですけど、前これ座面が長いな。これ吊り下げ式です。おお、これちょっとね、これなんかここの床の形がさ、なんか特殊だよね。ね、ごつい、ごつい靴でも踏めるようになってんのかな、ここのところが。なんかあの私の足のサイズだとかかとが浮いちゃいますね、上げるとね。本当はここ多分滑り止め的な効果なんだと思うんですけど、ちょっとあまり無理だったやっぱちょっと私のサイズだときついんだな。昔ねレンジローバーね乗ろうとした時にね、もうだいぶ前の世代ですけど、ポジションを取るとペダルに足が届かないとかなかなか難しかったんですよ。だからちょっとねディフェンダーも難しいな。はい、まあ見えるはすごく見えます。もうボンネットが全部見えちゃうぐらいとても見えます。ただちょっとね足が私のサイズだと難しいかもしれません。ではちょっと後ろの席に行ってみたいと思います。はい、あ、ここはいいですね。ここにグリップがあります。スッと乗れます。じゃあ勝さんちょっとお願いします。でここにボトルホルダーがあって、ここはあれだね、でスピーカーでしょ。このね、よっ、すごい移動が3列シートがちゃんと3列みたいな感じですけど、ここにエアコンの、はい、調整があって、ここに USB の A と A でしたが2つございます。でこれはこう出るんだね、はい、こんな感じだ。でこれ倒れるときは2ついっぺんなんだけど、さっきねもうあの広すぎて倒しませんでしたけれども、こんな感じ、もう倒すと私が寝れるのは間違いないからね、はい、まあ、くつろぐことができます。でここにまあ柱なんかはあったりしますけれども、上もね大きなガラス面なので、あのなんだろう、あのディフェンダーってさっきも言いましたけど生き残れるか的なシリーズなんですけど、なんかもうくつろぎの空間シリーズと言ってもいいくらい、座り心地いい感じです。でデザイン的にはそういうドアのところのリベットのね感じとかがすごくね、あのちょっと道具感があって楽しいですね。大丈夫ですか？大丈夫です。で勝さんのポジションの後ろに座ってもまあ広いということで、勝さんにもちょっと座ってもらいましょう。はい、というわけで身長 175.5cm の勝さんのポジションの後ろに身長 175.5cm の勝さんが座ってくださっておりますが、まあ広いと。でシートの包まれ感、座り心地もとても良いと。これだったらシベリアまで行けると、急にシベリアかよと思いましたけれども、まあどこまででも行けるよ、でもなんか北に行きたい気持ちとおっしゃっておりました。本当になんか豪華な感じですよね。開放感満点です。では運転席周り見ていきたいと思います。ここねディフェンダーって書いてありますけど、ここね一応あの大きすぎて捕まる的なところの捕まり放題、ここも捕まれる、捕まり放題な感じです。はい、でここにはちょっとした小物入れ、そして USB の C なんかもあったりして、あ、幅は広いけど深さはあんまりなかった。はい、グローブボックスですね。そしてですね、ちょっとここつけてみようか。この辺りがエアコンちゃんです。ディスプレイは結構大きめで、ハザードはこの上に独立してあります。はい、でここも USB の A があって C があって、アクセサリーソケットがあって、ここにも荷物入るし、こっちにも入るし、あとここでショックだけ充電もあって、ここは冷蔵庫になりそうなくらい深いぞ。さらになんか、あ、これは鍵だ。これね鍵になるんですよ、腕時計でね、あの腕時計型って言えばいいですかね。例えば水辺とかで荷物置いとけないよ、でも鍵どうしようっていう時に、これを鍵にして、動き回ることができると。ジャガーのね F ペースの時だったと思うんですよね、こういう鍵出てきたんですよね。はい、
でもこれオプションでなんか冷蔵庫とかありそうだなっていうぐらい広い。だからこれね、助手席がすごい遠いのよ。ここにもう一人ね、お子ちゃまだったら座れちゃうんじゃないのっていうぐらいのスペースがありますからね。はい。で、こういうところもリベットタイプになっていて、やっぱ統一感があっておしゃれですし、なんかね、なんだろう、タフなんだけど可愛いみたいな、意外とこう女心をくすぐるデザインだと個人的には思うんですよね。私はね、デザイン的にはこのディフェンダー大好きでございます。で、こういうスイッチ類も一つ一つがまあ大きめで、まあ、あのグローブなんかしててもポンポンポンとこう操作できるようになっているというのもいいとこですね。エンジンルームこちらになります。これは直六の3リターのディーゼルターボエンジンですね。馬力としては300馬力、トルクが650ニュートンメーター。さすがディーゼルのトルク、そして馬力もすごいぞということで速そうですね。さて走り出しましたが、ちょっとね、私はポジション的に運転しづらいんですね。っていうのはハンドルこれ以上下がらない、だからシートをもっと下げちゃうとハンドルにちょっとぶら下がるようになっちゃうから、本当だったらシートもちょっとこのハンドルに対しては上げてもいいぐらいだけど、目線はもう全然見えていいんですけど、今これシートを上にすると足がね、あのペダル操作が若干しづらいんですよね。あの踏み込まなきゃいいんですけど、踏み込むとちょっとやっぱかかとが浮きがちになるわけですよ。ちょっと安定しづらいなと。じゃあシート下げるかっていうと、今度ハンドルこれ以上下がんないんですよみたいな、今ジレンマに陥っておりまして、さてちょっとですね、運転がしづらかったので、今ハンドルをギュッとテレスコピック押し込んでシートをかかとつくぐらいまでちょっと下げてみました。で、これでもね、あのまああの前の視界まだボンネット感じるぐらい見えてるので、逆に上げすぎない方が運転しやすいんだな、この車ということが分かりました。はい、またね、今ちょっとポジション変えてみたんですけど、ちょっとハンドルを今度もう少しテレスコピックを手前に引っ張って、でシートはまあ視界とあと足の関係でちょうどいいぐらいのところにしてみたんですが、これでもう一声ハンドルがちょいと起きるといいのか、基本寝てるんだな。もうちょい起きると多分私的には運転しやすいのかなと思います。でもまあね、いろいろ調整したらだいぶ運転しやすいポジションが見つかったので、いつもね調子でね、とにかく見えないからあんたちっちゃいから上に上げてみたいな感じで調整すると、ちょっとなかなかこういうオフロード車っていうのはポジション取りづらい部分もあるのかななんていうふうにちょっと思ったりしています。基本的にハンドルがちょっとね寝ているタイプっていうのは、私みたいなあの小柄な人はですね、ポジション調整が結構難しかったりするんですよね。ちょっと起きてくれてる方が調整はしやすいです。はい。でもまあポジションが見つかったためにちょっと今度ね車のいろいろ様子を見てみたいと思いますけれども、あの大きいんですけど四角いし見切りが良いので、あの感覚は思った以上につかみやすいです。ただね、やっぱりあの全長が5メートルを超えていますので、駐車スペースとかあとまあ車庫入れする時とか、そういう時はねちょっと気を使いそう、いや間違いなく気使うだろうなっていう感じがしますけれども、だからこう普段の取り回し的にはね、一番短いナインティが一番ちょうどいいしかっこいいと思うんですけど、やっぱりねこういう車ってこうポンとちょっと荷物入れたかったりなんだかんだりするとなると、なんだかんだでやっぱりね後ろのドア欲しくなっちゃうんですよね。そうするとワンテンだから、ワンテンがね一番人気が、まあワンサーって後から出たっていうのもあるんですけど、ワンテンがね結構人気が高いっていうのがよくわかりますよね。でもディフェンダーの本当に大人気でですね、すごい速いぞモデルとかいろいろ出ましたけれども、まあ全部ね売れてんですよ。なかなかあの台数もそんなにいっぱい作れる車ではないので、いつ行っても待ちが生じているぐらいの人気があります。でやっぱりスタイリング的にも非常に可愛いですし、可愛いタフだし、あと初代を見ていても長くね続くモデルだと思いますので、いつまでもねすごいあのファンに愛される車になるんじゃないかなと思います。で静粛性なんかはとても高いんですよ。今あの乗っててもとってもこれ今クルージング、ちょうど今70キロ制限なんで70キロぐらいで走ってるんですけど、あのとても静か、うん、
で、タイヤもそんなゴツゴツした感じもないですし、乗り心地も良くですね、本当にこれだったら勝さんシベリアまで行けるって言ってたけど、行けちゃうんじゃないかなぐらいの、快適性があります。で、基本的に私ディフェンダーがもともと大好きなので、出てきた時よりも乗りやすくなった。出てきた時はね、ちょっとそのなんだろう、ペダル操作に対して車の動きがね、思った通り動きにくい、ちょっと飛び出し感があるとか、あとブレーキのフィーリングとかもね、ちょっとなんか最初の立ち上がりがきついとか、なんかちょっと運転しづらい場面があったんですけど、そういうところがこなれてきたのか、とても一体感を持って操れる車になってます。なのでサイズがちょっと大きくてもね、全然気にならずに取り回しができるのかななんていうふうに今感じてますけどね。余裕があったら1台欲しい、いつでも欲しい、そんな車ですよね。たださすがに130は長いので110でいいかな、普段使うのはね。でも本当にこういう車は基本的に大好きなので、でも本当快適だな。やっぱりこれディフェンダーってね、レンジローバーをベースにして作ったんですよ、今回のやつって。だからその車の性能もすごくいいですし、コストも抑えて作れたって言われてるんですけど、本当いいとこ取りで作られたなっていう感じがします。で、レンジローバーはね、もう皆さんご存知の通り砂漠のロールスロイスとずっと歌われた車ですから、非常にね、乗り心地もよく、そしてハンドリングもよくっていう車ですけれども、それがやっぱりベースにあるっていうのは非常にね大きいのかなというふうに思います。で、あとスタイリング的にもね、どこに行っても似合うのよね、この車。それがまたねいいところで、ちょっと今ね、せっかくなのでホテルのエントランスの方まで行ってみようかなと思ってるんですけど、今日はですね、日本自動車輸入組合、通称 JAIA の試乗会なんですね。で、こういう車今回出展しますよってリストがあって、で最初に申し込んで抽選でね当たった車に乗れるという、空いてればさらに借りることもできるんですけど、抽選で見事当たったのがこちらでございまして、そうなのよ、こういうとこね乗りつけても全然見劣りがしないのよ、いるし実際普通にいるしほらね、こういうとこ来てもさ全然気遅れもしないし、実際似合うでしょ。だからね、もうもうレンジローバーのデザイン違いって言ってもいいかくらいのクオリティなんじゃないかなと正直思っています。ただね、そのオフロードの性能なんかはこっちのディフェンダーの方が当然高いと思いますので、用途に合わせてね、ディスカバリーといろいろチョイスしていただければいいと思うんですけど、ランドローバーの車はやっぱいつ乗っても品があるし、非常にねなんかたおやかなドライブをどんな場所でも楽しませてくれる、そういった味が素晴らしいなと思いました。というわけで今日のドライブいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。